アフリカのナイジェリアでイスラム過激派組織のボコハラムとみられる武装勢力が葬儀の参列者を襲撃し少なくとも65人が死亡しました地元メディアによりますとナイジェリア北東部のボルノ州で27日バイクや車に乗った武装勢力が葬儀の場で銃を乱射し 参列ししていいたた住民ら少なくとととも65人が死亡したということですイスラム過激派組織ボコハラムの犯行とみられ地元政府当局者は2週間前ボコハラムのメンバー11人が住民らに殺害されたことへの報復だという見方を示していますボコハラムはナイジェリア北東部で10年にわたってテロ活動を続けていて2014年には 200人以上の少女を学校から拉致した事件でも知られています。